はい、皆さんこんにちは、みくみやです。イエイイエイスイエイイエイ。で、見てゆめたんとズボンがかぶったの。お揃いよ。お揃いよ。天使いるよ。天使のいつも動画を回したりとか一緒に撮ってるしんちゃんのブランドのセンシールからいただいて、私も今日このねブラックを持ってるの、 T シャツの。それを着ようと思ったんだけど、そっちも着てきたらマジで 全コーデ一緒だった。でもこれめっちゃ履き心地よくて可愛い。はい、ということで今日はちょっとナースモノ作品撮影でございます。初なんですよ、意外と。7年間やってきて、今ね7周年トラックも、私の7周年トラックも街に走っているみたいで、私はまだ一度もね見れてないんですよ。いろんな人から連絡が来るんですが、私はまだ見れておりません。7周年経ったのにまだやってない作品があったとはって感じなんですけど、結構なんか切なめの作品なのこれ。何かなんかナースでプラスネトラレっていう、ちょっと情報量の多い作品だよねこれ。確かに、まあ私がナース役でちょっと患者さんとみたいなのが王道っぽいよね。患者さんがなんとで、ここまで行っちゃっていいの？ダメか。いいんじゃない？あ、ダメか。そういうの言っちゃダメ？もしかして情報解禁前だから。ちょっと情報解禁前だからダメだった。はい、ということで今日は初のナース作品の密着をしていただきたいと思います。今からメイクしていきます。確か今日の最初はパッケージ撮影だったと思う。ナース服着るのかな。楽しみにしていてください。バスローブに着替えてメイクします。バイバイ。はい、メイクが完成しました。メイク動画は別の動画で出るので、そちらも見てください。 AV のメイクがすごく崩れないメイクをしているので、それを紹介させていただきました。女性必見、ぜひ見てください。男性も見てください。違いました。どうですか？めっちゃ似合ってるね。なんか意外と好評で、皆さんが喜んでくださっております。現場の皆さんが。でも今はもうこういう制服着ないんでしょ？あんまり見ない気がする。パンツスタイルだよね。それはやっぱり男性がいやらしい目で見るからってことですよね。はい、ということで今ねショックな出来事があって。ありえないよ。どうしたんですか？話を聞かせてください。私フリマやったじゃないですか。はい、はい、それがまず転売されてたのね。それは普通にショックじゃん。そうですね。さらなる出来事？一切私が売ってない商品を三上はフリマザラアウト出してんの。これだから、いや私この服着たことないし、これ私のものじゃない。それを5000円で売ってんの、やばくない？金もいっぱいあって、これは確かに私が売ったものなんだけど、私これ1000円で売ったの。普通にスポーツブラ。いくらになってるの？9999円で売って、売れてんの。でもこれ花柄ワンピースとか言って2500円で売ってんの。こんなの私着たことないからね。これ買っちゃった人、私これ着てませんよ。許そう。三上はフリマ効果がもう出ちゃったんだ。大丈夫かつかない？なんかさ、これでさ、来れなかった人とかさ、買えなかった人いっぱいいるわけじゃん。みんな転売目的で来てたわけっていう。そうやって本気でさ、欲しいと思って来てくれてた人たちの気持ちを踏みにじってるわけじゃん。わっ出せなかった仲良い。なので、買えなくない？だからもう、まあもうあげる人はしょうがないから、だからもうフリマのやつは買わないでくださいと。絶対買わないでください。しかももうフリマに出てない商品もあるかもしれないから。本当にこの人の私物だからね、ただの。もう転売した人は次からあの、ね、もう絶対に来れないようにします。私結構覚えてるしね。しかもこれ買った人とか私結構わかるし。ぎっくり。私会計してたから見てますから。会計担当三上岩の目を舐めないでください。うちの社員全員見てますからっていうことがありました。会計で撮影いきます。バイビス。頑張ります。会計よくない？もうちょい。あ、そう。いきなりはだけさせられるっていう。ここまで着込んだのに。しかも
YouTube 映ってみる。あ、大丈夫です。YouTube 映っていらっしゃい。大丈夫さんです。沢野さんです。私の作品見たわけで、もうほぼ出てる。頻繁に。最近の作品ほぼ全部出てる。初めて男優さんになった時の確かに短髪の時の時から、ね、歴史長めです。髪がどんどん伸びて、そうそう、どんどんチャラくなってて、でヘルメスね。はい、お願いします。で、そしたらちょっとこれもそうね、そうね、一応回してあ、そうそう、でカーディガンどうしますか。カーディガンはあった方がいいと思う。あった方がいいっすよね。なんか全く指輪つけていいですか。指輪、はいはい。あー、やばい、はみ出てる。月何現場くらい回るんですか。でさっきの70。ええー、ごめん、はい。ゆうちゃん、聞き迫る表情で、聞き迫る。そうそう、分かっちゃって、はい、ちょっと、ちょっと長丁場ですね。なんかいいですね。でも、気がやっちゃうので、やっぱ引いてもわかんない。終わりました。なんかでもユニットバスみたいな。昼食休憩ですが、私はお弁当を食べずにペタグーグミを食べております。ペタグーグミなんだ。ペタグーグミ、これ美味しくてハマってる。そんな感じでパッケージ結構長かったので、もう眠いです。お弁当食べないと言ったけど、鮭のおにぎりを1個補充します。セブンイレブンの鮭おにぎりも美味しい。おにぎりは1日50個かわいくアホなこと言ったね。本当におにぎりは大好きだから。具は何でもあり、うん、いろいろ50個いけると思うんだけどな。アホがいます。みんなのマックスの。俺でも15個かな、多分1日で。コンビニのおにぎり1日起きてる間。1日、うん、10。おお、10。じゃあ私バカじゃん。ちょっと一回男芝居撮ってます。私は25日がちょっと始まっちゃう。絶対何それ。次は元彼との再会。寝起きで声が出ておりません。
球で動画回します。ナースの私服よ。ナースもね、こういう体勢になるんだっていう。私さ、ブラジャーにまみれてんの、ね、やばくない？ギャル、そう、一個ぐらいだね。私もこれ最後に大物構えてるから。大物走る、頑張ります。できますよ、テストよい、スタート。はい、よい、スタート。よい、スタート。話してよ、何やってんの。信じらんない。はい、カット。ちょっと笑っちゃったね。ごめんなさい。まあ、繋がるからいいか。繋がりますよね。じゃあオンリー。オンリーですね。同行で訴えかける笑いね。オンリー。オンリー撮っちゃいましょうか。はい。今から、ナレーション撮ります。オンリーというやつですね。オンリー。演技苦手と言ってるけど、どうですか？でも今みたいにちょっとなんか、ちょっと笑っちゃうからダメだ。はい、はい、最後の撮影です。今日は最後の山場なので頑張っていきます。ちょっと小休憩を挟んでセブンイレブンに行ってアイスを買ってガリガリ君のソーダ味を買いました。スイカバーです。間違えました、スイカバーのソーダ味を買いました。スイカバーの方がちょっと高いんでね、はい、そこは間違えないでいただきたいです。あ、すいません、自分が間違えた。はい、スイカバーを食べました。そんな感じで気分をリフレッシュしたところで最後のシーン頑張っていきたいと思います。ファイト1発、ファイト2発です。ファイト2発やってやるぞ。気持ち悪いやの、ほほげが、あ、ほげが立ってます、気持ち悪い。待っていい。はい、お疲れ様でした。はい、丁寧にメイクしたものも跡形もなく消え去り、全身シャワーを浴び髪の毛も洗い終わったところです。男優さんも汗だくで、私はまあそんなに汗はかかなかったんですけども、一日の疲れシャワーで全て洗い落としました。今日私はなんかバーベキューに行くなど言っていましたね。ここからまたメイクをするのでしょうか、それとももう行かないのでしょうか。そっからメイクするのはきつくない？だるいよね。でも俺は行くと思う。明日休みだからね、ほぼほぼ。ということで今回の作品もお楽しみに。以上、三上弥でした。スタイルブック買ってね。お洋服も買ってね。ミストレスも買ってね。じゃあね、バイバイ。